主の院、すぐる弱いに添えては、えいなきこそとどめがたき技なりけれ。えもんの神、心とどめてほほえまるる、いと心はずかしや。さりとも、今しらしばしならん、逆さまにゆかぬ年月よ、おいはえ逃れぬ技なりけり。とて、うちみありたもうに、人よりけに豆立ちくんじて、まことに心地もいと悩ましければ、いみじきことも目止まらぬ心地する人をしも、差しわきて空酔いをしつつ書くのたもう、たわぶれのようなれど、いとど胸つぶれて、杯のめぐりくるかしら痛く覚ゆれば、杯のめぐりくるもかしら痛く覚ゆれば、景色ばかりにて紛らわすをご老じとがめて、持たせながらたびたびしいたまえば、はしたなくてもてわずらおうさま、なべての人に似ずおかし。でこう非常に子役が出てきて、そしておじいさんが涙をこぼしたりして、まあのどかな気分の場面があって、そして一転してこの一段に、この一章になるわけですね。主の院、六畳の屋敷の主の源氏の院が、すぐる弱いに添えては、えいなきこそとどめがたき技なりけれ。自分からね、すぐる弱いに添えてはというふうな言い方で言い出すわけですね。身の老衆をいきなりこう言い出して、年過ぎた老いの弱いのものにつけては、こういう宴の場で酒によってえい泣きするということがとどめがたいことであるな。どうしても老いとなると心がなんか気弱くなって、えい泣きをしてしまうことがとどめがたいものであるな。ところで、そこの右衛門の神、心とどめてほほえまるる、いと心恥ずかしや。そこの柏木右衛門の神殿、なんか格別に心とどめた様子で、微笑んでいらっしゃる。こちらは大層気恥ずかしい気持ちがする。実は そうではないんでしょうね。ですけれども、この場でこういう形で切り出すわけですね。いと心恥ずかしや。さりとも今しばしならん。しかしそんなふうに老衆を笑っていられるのもほんの今しばしのことよな。逆さまに行かぬ年月よ、一期一期刺さってくるわけです。時の流れというものは逆島には流れないものよ。老いは逃れぬ技なり。身に迫る老いというものは誰にも逃れきることのできないものよ。
人間と生まれたものの宿命のようなものよ。と言って、うちみやりたもうに、いろっとこう、柏木の方を、みやりなさる。これが一番柏木がね、恐れていることなんですが、人より毛に豆立ち訓じて、その柏木は他の誰よりも格別に生真面目になって、そして身をすくめて真実心が沈んで気分も悩ましいからして、意味じきことも目止まらぬ心地する人をしも、この場で前々から素晴らしい私学の学の様子も、なんか気持ちがすっかりおののき恐れて目にも止まらない心地がしている、その人を捕まえて差し分けて空酔いをしつつ書くのたも、わざわざ名指しをして空酔いを装ってこんなふうに源氏がおっしゃる。他人には戯れているようだけれども、柏木にとっては糸と胸つぶれて杯の巡り来るも頭痛く覚えれば、身に覚えのあることだからしてひどく胸が締め付けられるようで、杯が巡ってくるのだけでも頭が痛く思われからして、景色ばかり言って紛らわすをご老中とがめて、ほんの形ばかり口に運んでごまかしているその様子をご覧になって見とがめられて、手に杯をお持たせになったままたびたび酒を吸いなさるからして、はしたなくてもてわずらう様、どうにも身の扱いようがなくって困惑しきっているその様子、鍋手の人に荷づかし、そこにいる普通の人たちとは全く様子が違っていたことだ。なんか無邪気に明るい場面がパッとこう転換するわけです。これが柏木に非常に大きなショックを与えるわけです。ここのところの光源氏っていうのは、おいほうけているどころか大変こう恐ろしい、源氏の目がどんな光り方をして柏木を睨んだか、どうもこれは
やっぱり密教展見てきたせいもありますけれども、密教 の、 恐ろしい仏たちの目の色がこうどうも浮かんでくるところです、うん、こういうのが寛容な時、あるいは女性に対する愛情の心の燃え立っている時、それも普通の人間とはちょっと際立ったおそらく迫力を持っているんだろうと思いますけれども、源氏の晩年にはこういう恐ろしさを源氏自身が示すようになるわけですね。こういうところが、一つの源氏物語のなんか力の頂点みたいなところです。ここまで光源氏の物語が競り上がってきたかというふうな感じがするわけです。